マップにサイコロをキャラバンで振っていきながら、まあ、目的地へ進んでみようじゃないかということで、はい、ゴールですよね。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ふりかけの部屋へようこそ。どうもふりかけです。さあ、というわけで今回は、つい先日チャンネル登録者100人突破しましたということで、まずですね、1回でもチャンネル登録してくださった方、そして、1秒でも動画、まだ配信に、ね、見に来てくださった方、本当にありがとうございます。まあ、これからもね、本当にあの、まあ、今まで以上になっちゃダメですけど、まあ、今までぐらいの緩い感じでね、これからもチャンネルはね、都度続いていきますので、さらなる高みを目指して、上を目指してね、これからも頑張っていきますので、これからも私を見かけようとよろしくお願いします。さあ、というわけでね、あの100人を突破したということでね、あの今回ちょっととある企画を持ってきましたので、大学でもね、卒業制作っていうものがちょっとありまして、それの先駆けって言っていいか分かんないですけど、こちらの曲に、ね、ちょっと100人の突破なんで、せっかくなんでやっていきたいと思いますので、こちらの曲を持ってきました。こちらです。舞台は大阪メトロ。サイコロを振って所持金を増やしていき、ゴールを目指せ。現実世界を舞台にした前哨戦が今始まる。じゃあ今よりルール説明を行う。まずサイコロを振って出た目の数を進んでいく。そして進んだ後は各マスごとに決められた効果を受ける。後ほど詳しく説明させていただこう。目的地にたどり着いたらルーレットで次の目的地を出していき、これを3ゲーム行っていく。以上だ。はい、というわけでね、まあ、あの今せっかくね、あのプロスピがメインで、まあ、私チャンネルで実況やってますけど、せっかくこのプロスピのイベントを使った企画みたいなのがなんかないかなって思ったら、ちょうどいい企画がね、今企画じゃねえ、イベントが来てるんで、マップサイコロを、まあ、このキャラバンで振っていきながら、まあ、目的地へ進んでみようじゃないかということで、というわけでね、まずね、あの早速なんですけど、まあ、地下鉄のマップみたいなのまたあの横かどっかに入ってきてますけど、先にね、目的地をね、ちょっとルーレットで引いていきたいと思いますので、早速そちらからやっていきたいと思います。さあ、というわけでね、こちらルーレットも作っていきましたので、まあ、映ってるか分かんないですけど、まあ、一応画面録画をしてますので、まあ、早速引いていきたいと思います。よいしょまず最初の目的地は中埠頭。インテックス大阪の最寄り駅で南港ポート3線に位置している。また今回の各マスの効果はご覧の通りである。一時停止で推奨して見ていただきたい。はい、というわけで、あの南港ポートタウンというあのまたちょっとあれですね、インテックスがあるところにはなるんですが、こちら目指してね、あのサイコロ振って行きたいと思いますので、早速ねスタート地点の天王寺駅へ出発したいと思います。行きましょう。絶不調、不調なんやな、今な。どれぐらいが出るかってところでありますけど、それで行きましょう。はい。一番してというわけでね、一致出てしまったんで、隣の動物園まで行きたいと思います。記念すべき1回目のサイコロを振っていくが、結果はまさかの1。最悪の滑り出しではあったが、とりあえず一駅先の動物園前駅を目指す。さあ、というわけで一駅進んで動物園まで来ましたけど、今ね、改装工事中でね、ちょっとホームが狭まってるのもあるんでね、なのでね、まあ、マイナスルールを目指させていきたいと思います。
その時の枚数を見ていきましょう。1200、まあまあいいんじゃないですかね。はい、というわけでマイナス1200円ということでね、まあ、なんとかね、なんとかなって感じですけど、マイナス額デフク設定しすぎたよね。まあまあいいかと思えば。さあ、というわけでね、もう一個最後に切っていきたいと思います。はい、もう一回最後に切っていきます。じゃあね、見ていきたいと思います。はい、いいですね。大黒町、花の町を乗り換え、次の大黒町は乗り換えなんで、それで行きましょうか。ここまで1、2と絶望的な出目が続いているが、一駅先の大黒町駅まで進み、そこから四ツ橋線に乗り換え花園町駅を目指す。ここはスムーズに乗り換えをしたいところだが、先ほど電車を逃してしまったふりかけ、よほどショックが大きかったのか早くも焦りの表情である。まだ1ゲーム目だが、果たしてゴールまでたどり着けるのか。まあ、なんでね、本来と関東駅なんですけど、今回まだ使えないだったのでプラスマイナスを振ってきてね、行きたいと思います。今回は前哨戦のためカードは存在せず、黄色マスに止まるとプラスマイナスのルーレットを引くことになる。サイコロ振っていきたいと思います。そろそろでっかいの来てほしいね。調子がね、普通に戻ったからね。大きな、これ大きな、来い来い来い、よしよし、ゴー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 、来た、ゴーって来れましたね。来れました。ゴーってことは次どこや。先ほどとは打って変わってね、本日最大のゴーを出した。そのまま四ツ橋線を南下し、南港ポートタウン線の平林駅へと向かう。そしてこの後、平林駅へと到着。プラスルーレットで750円をゲット。続くサイコロで2を出し、南港東駅へ到着。そしてマイナスルーレットを引いていくが。なんとここで最低額のマイナス2500円を引き当ててしまった。しかしゴールの中不凍駅までは残り4マス。果たしてゴールにぴったり止まることはできるのか。はい、というわけでね、2500引いちゃったんで1000何ぼになるかな。多分1000やな。さっきプラスがなかったともこうなってるんで、とりあえず次のサイコロ引きましょう。とりあえずね、あのサイコロってね、あの4が出れば OK って感じだから、行きましょうか。はい。来たでしょ。出ちゃったね。まあ、次のボスなんで、これはちょっと電車内でやっていきたいと思います。乗りましょう。作るんだよ、次。ついにここで目的地へぴったりの4を出した。カメラが安定しないほどの喜びようではあったが、目的地の中不凍駅に向かって走り出した。電車は2つ手前のポートタウン東駅を出発。そしてゴールの中不凍駅へと到着した。
本来であればここで1万円のボーナスを獲得できるが、今回は前哨戦のためゴールボーナスは発生しない。来たよ、奇跡起きましたね、マジでね。そうというわけでね、本来だとこの5でゴールすると、まあ、1万円プラスになるかな、本編ではなんですけど、今回はちょっと省略させていただきますので。そうというわけで、まずね、マイナスプラス引いて、はい、というわけでマイナス引いてしまったんでね、もう一回マイナスで引いていきたいと思う。もう一回あしたここね、ちょっと投影機始末があるんで、ふうさん、もう一回引くよ。ちょっと人が減ったんでね、私マイナス引きましょうか。びっくりした、ちょっと電車に出発になる。とりあえずまず引きましょう。扉にご注意願います。よいしょ、あんまり大きく減らないことになりますが、ちょっと待って、なんマイナスでね、1700出たんですけど、借金です。はい、借金なんで。ゴールしたのも束の間、まさかの借金生活へ突入。ちょっと目的地ルート行きたいと思います。ここだ、震災橋ですね。震災橋って言ったらね、まあ、長田堀とか御堂筋とか最初乗ったことも言われてるんで、割と行きやすいんじゃないかなと思うんで、行きたいと思います。続いての目的地は震災橋。御堂筋線、長堀鶴見緑地線が乗り入れる大阪南を代表するこの駅、複数の路線が交わるため、どのようにゴールインするかが鍵を握る。さあ、これ引いてくれます。えっ、ちょっと大きいのかな。2ゲーム目、最初の出目は6。この先マイナス駅が続くエリアを一気に飛ばし、中央線の九条駅を目指す。さあ、というわけで九条駅に到着しました。いや、まさかの6出るとはね、ちょっと奇跡近いけどね、本当に。さあ、というわけでね、九条の空なんでプラスルベット引きましょう。だって、あ、500円ですね。500円出ましたね。さあ、というわけで続いてのサイコロまた振っていきたいと思いますので、はい、2かマジちゃって2で6。ここで路線図を見てあることに気づいた。ちょっとね、電車行くと見送りましたね。ちょっと考え直したんですけど、隣駅がね、あわざでね、隣がね、千日前線乗り換えできてね、今ちょっとマイナス駅になっちゃうんで、あわざで千日前線乗り換えて、で、西長堀で降りるのがいいんじゃないかなと思ったんで、ちょっとね、一駅だけ移動していきたいと思いますね。そう、二マス先の本町駅はマイナス駅。これ以上借金を増やさないために、あわざ駅で千日前線に乗り換え、プラス駅の西長堀駅を目指すことに。さあ、というわけでね、西長堀着いたんでね、運命のね、プラスルレット引いていきたいと思います。750、まあいいでしょ、いいでしょ。とりあえずね、あとね、2か3でね、いけるんで、続いてね、サイコロね、引いていきたいと思います。6、ちょっとごめんなさい、路線確認しに行きます。ちょっと路線確認をちょっとしてみたらね、6をね、ギリギリゴール、いけます。1、2、3、4、5、いけますね、いけますね。1、2、3、4、5、6なので、今からね、この長堀鶴見緑地線に乗ってね、乗り換えていきたいと思います。行きましょう。ゴールの震災橋駅を大きく超える6を出してしまったが、長堀鶴見緑地線で一旦長堀橋まで抜け、長堀橋から境水線で日本橋、日本橋から千日前線で難波、そして御堂筋線でゴールの震災橋駅へと入る。4路線3乗り換えのタイトなルートではあるが、一つ一つ確実に乗り換えていく。そしてゴールの震災橋駅へと到着だ。ここでゴールして喜ぶおっさんのカットを入れるはずだったのだが、まさかの撮れていなかった。震災橋にやっと着きましたね。もう
上席人があまりにも多すぎてもちょっとね、まあ、現在ちょっとあのホーム上がったってあの改札でもいるんですけど、ちょっと中で取れないんで一回出ました。さすがにとりあえず新入生橋の C なんで2つ引いていきましょうか。ビデオカメラ片手に持ってね、携帯も持ってるけど立ち行く新車邪魔いのに、ね、そろそろ職質されそうで怖いよな。まあとりあえず2つ引いて取っていきたいと思います。はい、お500円、まあまあいいんじゃないですかね。とりあえずはそれだけでね、ラストの目的地引いていきたいと思いますので引いていきましょう。どこ出る、はい、ここでいいぞ。新大阪ね。ラスト3ゲーム目の目的地は新大阪。御堂筋線の一本道に位置するためサイコロ運が鍵を握る。やっちゃいましょう。サイコロ切ります。行きます。行きます。新西橋なんで6ですよ。新大阪だからいい街よ。どうやねえ、じゃあ中と西中3ゲーム目最初も6を出したふりかけ。なんと心斎橋駅からぴったりの位置に。ここに来てミラクルを起こした。2番線に到着の電車は梅田方面新大阪駅です。ついに最後の乗車する電車がやってきた。天王寺駅からスタートしたこのゲーム、借金に多数乗り換えと様々な事情があったが、いよいよこのゲームも終わりを迎える。新大阪に到着です。最後の目的地新大阪駅へと到着。長かったね。それ最後一発引くとはちょっと思ってなかったんで、ちょうど終点、新大阪行きでもあったんでね、そのまま乗ってきちゃいました。というわけで最後プラスだけ引いてね、この動画締めたいと思いますので行っていきましょうか。おー、走った。はい、というわけでラストはね、500円ということでね。最後のルーレットを引き、ついに最終所持金が出た。果たしてその結果は。はい、というわけでね、最終結果は1600円ということになりましたので、ギリギリ借金を回避することができました。やったね、これはね。はい、というわけでね、まずなんでこれを持ってるかという話なんですが、現在この撮影日がなんと収録してから半年以上経ってしまっているということなので、ちょっともう今すぐにでも爆発してね、ちょっと反省の意を示したいところではありますが、改めましてね、チャンネル登録100人突破ということで、こちらの動画を出させていただきましたが、皆さんいかがだったでしょうか。まあ、というのもね、今回は前哨戦ということもあるので、まあ、言ってしまえば自分の卒業制作を、この桃鉄企画というのをちょっと大学でやろうと思っていまして、そちらの先駆けとしてこちらのイベントをやらせていただいたので、ちょっとルールもちょっとね、分かりづらいところもあったかと思いますが、楽しんでいただけたらそれは幸いでございます。まあ、これからもね、チャンネルはもうどんどん続いていきますので、改めましてこれからも、の部屋をどうぞよろしくお願いいたします。さあ、というわけで本日の動画はここまでにしたいと思います。というわけで皆さん最後までご視聴ありがとうございました。また次回の配信でお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。バイバイ。